こんにちは、あやチャンネルのマミーです。今子供たちは、大好きな骨を、噛んでるんですね。特にダイヤは骨が大好きです。今日はね、雨が、降っててお天気が悪いのでね、お外に行けません。なのでちょっとこうね、ストレス解消で骨を、噛んでおります。はい、骨に噛むのが夢中のダイヤくんです。ルビーさんも見えるかな。こんな感じで一生懸命噛んでおります。そしてノエルくんは目の前に骨があるのに、あれ、みんな何してんのっていう感じですね。ノエルさん、ここにほら骨あるよ。これいいんだよ、ノエルのだよ。これ、あ、さあ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 、これでカミカミして。歯磨き効果もあるからさ、ノエル、ほら、ノエルなんて特に歯がもうガタガタなんだから、ちょこっとしかないし、ちょこっとって言ってもちゃんと、じゃあそんな全然ないわけじゃないんだから、これでカミカミしてさ、ほらコロンって落ちたよ。はい、どうぞノエル。さあ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 、ガリガリして、そうそうそう、歯磨き効果あるからね、ノエル。ノエル特にこれしないとダメよ。どう？これね、ほらみんなさ見てみ、こうやってさ自分で手で持ってんだよ。手で自分で、ほら見て、ダイヤ君もこうやって自分で手で持ってやってるよ。ほら、持たないから落ちてるじゃん、落ちちゃったじゃん、これ持たないから落ちちゃったね。自分で手で押さえて、自分で手で押さえて、ほら見てみ、ダイヤ目の前でダイヤが見本見してくれてるよ。ほら、両手でギュッ押さえてガリガリするのよ。ほら横にも、ほらルビさんが一生懸命これ押さえてやってるでしょ、ね、今日は骨ガリガリタイムをお届けしました。あやチャンネル、元保護犬たちの日々の生活をお送りしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 See you again, bye!